スパイ数字が自分の名前に生えてキッチュな指を振って高血音血泣かせるくらいに恐ろしくなる骨の髄まで今はどんな風に見えてますか醜いですがそれはそっかどうか貧乏投げつけないで胸に六花ジャムか鏡をご覧だけただささやくうまくいったらもう出ようのさ甘い言葉も笑顔も通じないか切り出したらもう出ようのか次の間違いの次だから考えてたんですがねパズルにその指だけでやる気立ってね次光は虹色